はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシムです。実は前回の動画で黄色系のアレンジメントを作ると言って始めて、それがリボンのアレンジメント、リボンの動画になってしまったんで、今日は黄色系のアレンジメントを作っていこうと思います。今日作るアレンジメントは飾り紹介から言うと、まずこういう黄色いシンフィジュン、これ黄色いソングオブインディアというね、ドラセナの葉っぱです。それからキキョウラ、キバラ、黄色いカラで、こちらがピンクッション黄色ですね。それにこれカバーグリーンをするレザーリーファンス、こちらの飾りでアレンジメントを制作していこうと思います。ではね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、ではこちらの器でアレンジメントをしていきたいと思います。では行ってみましょう。どうぞ。まず最初にこのシンピジウムをね、刺していきます。シンピジウムは少しこう形をね、整えてあげてから刺すと綺麗に刺さります。では行ってみましょう。次にこのカラーをね、刺していきます。カラーは例えばこれ今ね、こっちに向かってますよね。それにこっち側に流したい場合はこうやってね、軽く支えてあげるところでカーブをしますので、こっち側に曲げることができます。ここでこのドラセナソングオブインディアを刺していきます。2つぐらいに分けていきましょう。でここで少しこうレザーリップファンでファンデーションワークをしていきます。次にこちらのピンクッションをね、入れていきます。次にこのバラを入れていきます。そして最後にこちらの気境欄でラインを入れていきます。
はい、こちらで完成です。で正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。黄色系のアレンジってね、結構綺麗なんですよね。僕は好きな色の一つです。でも今回カラーとかこのピンクッションとか、まあ、CPGM もそうですけど、結構個性的、個性が強いお花が多いですね。特にこのグリーンもこのソングオブインディアもそうですし、このキキョウランもそうですしね、こういうのも個性の強いグリーンたちです。なので結構個性が強いお花が今回のアレンジは多かったということですね。個性が強いお花が多ければ多いほどアレンジは難しくなってくるんですが、まあ、適材適所に入れていけば簡単に仕上げることができます。ではね、また次もこのようなフラワー、綺麗な、ね、フラワーアレンジメントを紹介していきたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.